天皇ご一家は新年を迎えられました天皇陛下は2020年の年頭にあたり宮内庁を通じて感想を発表し日本と世界の人々にとって幸せな年となることを心より願いつつ務めを果たしていきたいとつづられました一方で2019年は台風や大雨で多くの死者が出たことについて心が痛みますと述べ 本年年は災害がない1年とないとることとをを祈りまますと願いを記されましたこのほか天皇陛下は即位関係の諸行事を無事に終えることができ安堵するとともに国内外の多くの方々とお会いし折々に温かい祝福をいただく機会も多かったこの1年は私にとっても皇后にとっても誠に感慨深いものでしたと振り返られました。